早々のフリーレン、の魔法使い強さランキングってどんな感じ？に対するネットの反応を紹介します。原作ネタバレあり。独断と偏見で決めたので異論はいくらでも。 EXJ リエ、S フランメフリーレン、 A プラスレルネンゼンゼ、 A デンケンゲナウファルシュブルグ、 B プラスラントメトーデフェルンビアベル、 B ユーベルリヒターエイレ、 C シャルフラオフェンブンストブライ、 C ラビーネカンネトーン、 D エーデル、 E レンゲ。おおむね一の通りだけど、ゼンゼとレルネンが同格は微妙なところ。あとユーベルの扱い結構難しいよな。ゼンゼが1個下がるのとユーベルが相性に左右されすぎて格付けが難しい以外は結構良い戦を行ってる気がする。あとエーデルはアニメ見る限り武闘派2級に比べたら、単純な戦闘力はないってだけで結構戦えそうだったし、精神操作魔法が効く対人戦ならそこそこ強いんじゃないかな。ブンスト、ブライよりは上な気がする。ゼンゼはゲナウと同ランクでいいと思う。レルネンの脱出用ゴーレムがゼンゼの攻撃を片手で止めるレベルだし同ランクはないな。レルネンはまだマハトに使った戦闘用ゴーレムまでいるからな。ラントも分身があるとはいえ B な気がする。相性問題は置いといて、ゼンゼは矢印 A、 ラントは評価難しいけど矢印 B、 あとは軒並み妥当だと思う。フランメは結界だけならゼーリエレベルなんじゃ。フランメが戦闘描写少なすぎてよくわからん。1級が第一の壁、ゼーリエの好みも含むだろうけど、エーデルは能力ランキングなら S、大人間の戦闘で高速や精神の魔法の使われ方によっては強さランキングでもそこそこいきそうだが、大魔物魔族しか出てこなくてわからない。エーデルは大魔族、魔物か対人魔法使い、戦士等によってだいぶ変わる。こんな感じか。ゼンゼ、ラントを1ランク下げた。ゼンゼとデンケン同じ位置は若干違和感あるけど、まあ相性の範囲か。ユーベルはソルガニール覚えてからなら B でもいいかもしれない。エーデルは火力はそこまでだろうけど強さなら結構ありそうではある。ただ人間相手だとゼンゼとしか戦ってないからどの程度かは何とも言えないんだよな。個人的にフェルンは A クラスに入ると思う。ゼンゼとデンケンは昆虫距離タイプと中遠距離タイプに見えるから、本編みたいに屋内はゼンゼ有利、屋外ならデンケンにも分があると思う。最新話で接近戦特化だと判明したのに加えて、そもそも第二次試験編の時点で現代魔法は自然物とか使うしダンジョン戦闘に向かない。でもゼンゼは相当うまくやってるって言われてるんだよな。魔族を加えるとこんな感じかな。将軍、戦士っぽいやつは除く。ソリテールはマハトと同格っぽい扱いされてるし同じで良いんじゃないかな。死んでる魔族や人間をランキングに含めるなら南の勇者をランキングに入れるべきでは。南の勇者はゼーリエイか、マハト、シュラハト以上って感じでしょ。確かに未来史の魔法は使ってたけど直接な戦闘方法は双剣だろうし戦士じゃないか。全員で毎回全開状態の総当たり対マンのリーグ戦やったとして場所とか細かい条件にも影響されるだろうし、相性問題複雑すぎる。でも大体これで同意できるわ。 A プラス以下でアウラに勝てそうなキャラいる？対マンは厳しいと思う。強いて言うなら大量のゴーレム用意したレルネンがアゼユーゼの範囲に入らずに消耗戦しかければアウラは面倒くさがって逃げるとは思う。それが勝ちかと言えるかどうかはわからん。レルネンは一級でも頭一つ抜けてる印象。ゴーレムでも単純な戦闘でも不意打ちとはいえフリーレンの肩ぶち抜いた実績とゼーリエからもフリーレンに勝てる可能性がある。扱いされてるしな。フェルンは B な気がする。経験値の差で実戦ではメトーデとイアベルはフェルンより上のイメージある。ラントとユーベルとフェルンは同格だと思ってた。3時まで行ったのに落ちたエーレが1級と並ぶのちょっと違和感ある。スペックはあっても精神性で勝ちきれないイメージが拭えない。ゾルトラークやら自然物利用した魔法やら防御魔法やらメタが回った結果として、ゼンゼとかゲナウみたいに自分の体の一部を使ったり体に生やしたりするタイプが無難に強いのはなんかわかるわ。でもそういうのはユーベルのレール財伝が刺さったりするし、うまくできてる。フェルンは試合形式ならめちゃくちゃ強いけど殺し合いだと経験不足感。長所の一つが潜伏だから試合形式に強いってのも違う気がする。パーティのメンバーとしては優秀だけど、リーダー的な駆け引き？いや接近戦は苦手、とか？それもそうか、長距離からの不意打ちメインだしな。ただ、フェルンは接近戦そのものは不得意そうだけど、接近戦になりやすい閉鎖空間では潜伏能力が生きるから、偏ったスキル構成に見えて案外バランスは良いと思う。ダンジョンのような自然物のない空間でも当然問いだいないし、作風的に若者の才能の凄さを描写しつつも、年長者の強みを重視してるように思える。1級合格者で言えばフェルンは天才だし、ユーベルラントは異彩だけど、現時点で言えばデンケン、ビアベル、メトーデの方が実力はありそう。
向かい合って用意どんだとソルガにいるが無法すぎる。高速魔法は魔力量の差で無力化されるから格上には通じないタイプなのがネック。でもあれ対魔族に使ってるんだろ。だとしたら数百年くらい生きてる魔族ならいけるのでは。相手が一般魔族じゃなく大魔族だと破られそうだけど、マサナをその辺になってくると視界に常に入れとくのがきついから意味ないしな。メトーデが熟練のロー魔法使い並みの魔力に見えるフリーレンに高速魔法を試してるから、その程度の魔力差なら通じると見るべき。そもそも魔力は基本的に魔族人間なのに、北部で隊長やってるビアベルが愛用してるからよほどの差でもなければ通じる可能性が高い。フリーレンの普段の魔力量は100年修行したレベルらしいから人間相手だとハイターみたいな化け物以外魔力量による無効化はそうそうないはず。こういうの見るたびにフェルンってなんでこんなに過大評価されてるんだろうって思う。現時点でそんなに強くは書かれていないというか、不意打ちならともかく普通に戦ったらビアベルやユーベルに勝てるはずもないと思うんだけど。ジェイリー曰く才能はナンバーワンクラスって情報とフェルンの、ポーカーフェイスもあって強しキャラ感あるからじゃね。あとアニメ勢が過大に評価してる気がするな。今んとこ出てる情報だと試験編で2番目の実力者に見えるそん時は原作読んでて実際自分もそう思ってた。実際はメトーデは単独でフェルンとやり合えるし、ビアベル、電剣なら普通に勝てるんだろうけど。不意打ち抜きなら多分ビアベルには勝てない、だけどユーベルには勝てるかもしれない。ソルガニールなかったらほぼ確実にフェルンが勝つと思うけど、ソルガニール先に食らったらフェルンが負けると思う。ビアベルに真正面から戦わなければフェルンに勝てたと言われてたけど、品性を気にしなくなったらエレはどのくらいなんだろうな。まだ実戦経験が少なくて勝ち方を知らないだけかもしれんが。フェルンは作中でもゼイリエとかトップクラスの魔法使いからの評価が高いからどうしてもね。ただ言われてる通り才能と伸び代は随一でも現時点では経験豊富な魔法使いに勝てないイメージ。フェルンはまあこれだよな。速射技術も遠距離ゾルトラークもすごいけどかなり一点集中の強さだから総合力としてはメトーデ電剣ビアベルに劣る。この3人は単体でも強いけどチーム戦でも力発揮できるだろうし、部隊とかも統率できそうだし、どんな状況からでも経験やら知識やら使って戦えるだろうけど、フェルンは状況によっちゃあんまり戦力にならない場面が出てきそう。フェルンは効率テンプレで作成した特化ビルドだから、火属性が上手いからそれに合わせた上でスキルも全部それに注ぎ込んで尖らせようみたいなものゆえ、使えるところでは汎用よりはるかに使えるし向かないところでは極端に使えなくなる。雨カンネはどれぐらい強いんだろうな。フリーレンですら水使いに雨の中で勝てるイメージできないらしいから限定的に S ランクか少し劣るくらいの強さはありそう？ユーベルはもっと上だろ。ユーベルは相性芸の最たるものだからランクに当てはめるの自体難しいキャラだけど総合力で入れるなら妥当なとこだと思うよ。相性で容易に覆える世界なのにランキングに意味などあるのだろうか。能力バトルものの最強ランキング全否定するような発言だな。エイレリヒターみたいな手堅い優秀層が2級クラス、ユーベルは基礎能力が3級クラスで相性が良い相手には勝てる感じだから横並びでちょうどいいよね。強さ議論が白熱するとその作品だいぶ人気になったなって思うわ。議論が白熱するくらい楽しいって想像の余地があってワクワクするのと同義だろうし。魔法使いの強さランキングに対する反応いかがでしょうか。アニメでも言ってたように相性ゲーでもあるので一概にランキング決めるのは難しいけど大体こんな感じ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。